ダルビッシュ、6回1失点の力投で7連敗脱出の8勝目、後輩大谷翔勝平との初対決はお預けにようやく長い悪夢から抜け出した。サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ優は現地時間9月8日、本拠地で行われたロサンゼルス・エンジェルス戦に先発すると、6回3安打1失点、1497奪三振の好投で今季8勝目を巻く。 6月22日以来、約3ヶ月ぶりの白星を手にした。粘着性物質の取り締まり規制が影響したかは定かではないが、股関節を痛めるなどなお、地下重先発は防御率6.84と本来の姿からほど遠い姿が続いた。そしてこの日は、日本ハム時代の後輩、自らの背番号11を背負ってきた大谷翔平との対戦も注目されるなど、 大きなプレッシャーもあったはず。しかし、初回の投球で、かつての輝きを取り戻した感もあった。一回表、匠打者で率度、フレチャーを95.9マイル、約154キロのシシームで見逃し三振に打ち取ると、三者連続三振の最高のスタートを切る、ここ数登板と違う、躍動感ある姿を披露した。二回は先頭打者に二塁打を許したが、 右翼のフェルナンド・タティス・ジュニアの後編級もあって、本類アウトに打ち取り方を逃れ、いいリズムを作ることができた。その裏、味方打線が3連続押し出し4球などで一挙8得点の援護をすると、4回に1点を失ったもののボンダの山を築き、6回は最後の打者を、殿下の砲塔スライダーで、空振り三振に抑えてお役御免6回1失点7奪三振の力投した後は、 救エンジンが打たれて差を詰められるも8対5で勝利し、ダルビッシュは悪夢の7連敗を出したのだった。大谷との対戦は、5回西からの投手の打席が一番チャンスがあった。しかし、ロースターに野手が少ないチーム事情もあって、ここでは代打起用がなく、日米ファンが待ち望んだ対戦は、早くても来年以降にお預けとなった。